はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は7月19日、水曜日でございます。今日のですね、ランチですね。これはですね、和食屋3軒あるって言ったでしょ？よく行ってる和食屋ね。で、一番遠いとこで今日暑かったんですよ。けどね、なんかね、今日はおにぎりの日だったんですよね。このおにぎりが美味しいんですよ。もうね、方法の手でね。まあ、15分くらいかけてね。で、まあ、行ってきました。ね。これ、美味しかったですよ、明太ね。明太おにぎり2つね。まあね、博多の人ですから、明太が。まあ、いいんですよね。最初は明太と鮭とかしてたんですけど、明太2つでもいいかな、みたいな。これ、明太ご飯ですよね、言ってみればね。それで、豚汁ね、100円アップで豚汁が食べれるんですよね。で、この豚汁がまた品が良くて美味しいんですよ。これがですね、利休の豚汁はちょっとやっぱり、ちょっとしょっからいというかね。あれなんですけど、こっちはもうちょっとね、さーっとしてね。いい味なんですよね。で、これちょっと酢の物がついてね、きゅうりのね。美味しかったですよ。ほんで、今日はですね、ご飯終わった後にですね、ちょっと、一回家帰ってきてですね。それで、ちょっとね、一駅、違う方向、二駅ですね。違う方向にね、行ったところの歯医者さんね。私、3ヶ月に1回ですね。食べるの好きでしょね。だから、もう歯が一番大事だと。いうことでですね。3ヶ月に1回歯医者さんでですね、歯をですね、歯石とかね、取ってもらって、クリーニングするんですよ。これ大事ですよ、これ。私結構ね、昔からね、歯のクリーニングやってますんでね。それで、これやっとくとですね、虫歯も早く発見できますしね。とにかくですね、まだ一つもですね、歯がないということがないです。ね。入れ歯もございません。ということでね、歯茎も割りしっかりしてます。しっかりね。何しろね、とにかくもうかなり、もう20年ぐらい前から、あれですよ。私電動歯ブラシですんでね。電動歯ブラシで結構15分ぐらいね。あれソフトにやらないと歯茎を傷つけますからね。マイルドにね、ずっと15分ぐらいね。なんかテレビ見ながらね。ははこう、磨くんですよ、ソフトにね。これやっとくとね、歯茎がね、いつまでもね、大丈夫なんですよね。だから若い方ぜひね、真似してください。ちなみに私が使ってるのはですね、パナソニックの、歯ブラシなんです。電動歯ブラシなんですけどね。いいと思いますね。今日ヘッドをね、定期的に変えないといけないですよね。まあ、それがちょっとあれですけど。まあね。ということで、歯医者に、二駅離れたところね。この先生がいい先生なんですよ。でね、これね、ちょっと、桜、まさか桜が今時咲いたりしないですよね。これなんか植物に詳しい方いらっしゃいましたよね。これ一体何なんですかね。こう桜みたいな、八重桜みたいな感じで見えるんですけど、見事に咲き誇っててね。よくわかんないですけど、でも綺麗でした。ね、色がね。で、まあ、せっかくね、歯医者さん行って終わってですね。で、またね、下と上と別々の日にやる規則になってるらしいんですよ、歯医者さんでは。ね。一気にやってくれないですよね。それで、また来週行かなきゃいけないんですけど、まあ、せっかくね、来たということでね。ここにね、前もちょっとご紹介したと思うんですけど、これね。暑かったからもう美味しかったです。もう、商店街の中にね、あれなんですよ。そうね、ですね、銀座でやってたらしいですね、もともと。それで戦争中ですね、あれですね、疎開ですよね。お店が疎開するってやつね。で、軽井沢に疎開したらしいですよ。ね。それで、軽井沢に今でも本店があるらしいんですよね。それで、このね、この抹茶はね、なんか宇治のね、なんかいい抹茶らしいですよ。美味しいですよ、これ。1300円ぐらいするんですよね。だからランチより高いんですよ。だけど、すごく美味しいんですよ。この中にあんこ入ってるんですけどね。これはね、もう食べたくてですね。暑いしね。でもね、これ貴重なんですよ。なんでかというと、軽井沢でですね、なんとか商店とかいうところが、天然水ね。これを氷室でね、要するにこの、なんていうの、水道の水じゃなくて天然水ですよね。で、それをですね、氷室で、まあ、氷にしてですね。これで、毎日ですね、冷凍クール宅急便で届けてくるらしいんですよ。だからこれ高くなるんですよ。だけど、面白いことにですね、頭がキーンとしないでしょって言って、店主さんらしき、ね、方から言われて、しませんねって言ったら、それはですね、水道水じゃないからなんですよって言われて、そうなんだと思ってですね。なんかですね、氷自体のですね、温度が相当低いらしいです。通常の水道水を凍らせたやつよりね。そうするとですね、食べていってもですね、頭んこ痛くなったりするじゃないですか、急に食べるとね。それないんですよ。そういえばそうだなと思って。
いうことで、まあ非常にね、まあそれだけのね、価値が、1300円出すだけの価値はあるなと。いうことでね、まあね、食べてね。それであの、やっと帰ってきて、結構、2時間ぐらいですね、もう疲れ果ててね。ね。熱中症にはなりませんよ。ネッククーラーしてますからね。あれもビューってやってね。ですけど、きつかったですね。それどうしてそこまでするんだって、食いしん坊って感じですよね。はい。まあ、ということでございます。それでですね、今日のラブちゃんこれですね。はい。ラブちゃんこれ、かわいいでしょ。ちょっとね、ちょっとこう、下というか、ちょっとこう、しゃがんでね、で、こう、下からこう、映してるんですけどね。ラブちゃん、おててかわいいね。なんでそこに乗っけてんのかな。ベロベロ。そんなに見つめないで。どうしたの。ちょっとね、私が手をベロベロやってるからですね。って感じでね、なんだろうみたいなね、感じで見てるんですよね。やばい、やめたみたいなね。珍しくね、この子背中舐めましたよね。あんま背中は舐めないんですよね。背中舐めてますよね。よく首が曲がりますよね。私なんかこういうことやったらもうね、やろうとしたら、つっちゃいますね、首が。はいはい。よしゃんね。ということで、本日のラブちゃん癒されましたでしょうか。ね。それでですね、今日の日経平均株価ですけど、402円も上げてね。どうしたことでしょうって感じですよね。32,896 円ね。で、引けてますね。よかったですね。で、私もですね、含み益が 90% を超えました。ね。ほいで、トピックスはですね、2278ポイント。これも結構上げてます。プラス26ポイントね。それから、マザーズですね。これは789ポイントで、プラス 4.7 というような感じで。まあね、3つとも揃ってよかったですね。で、やっぱりね、円安にまた戻ってきてます。引っ張られてきてます。130、140円手前まで来てますね。やっぱね、関係あるんすかね。昨日ダーが良かったっていうのも、ダー良かったでしょ？そうですね。これはね、昨日のダーが良かったっていうのもまあ、ね、あると思うんですけど、円安も大きく関係してますよね。それから、先物ですね。これもですね、ちょっと上げ基調ですね。またちょっと3万3000円台伺う感じですね。非常によろしいです。それから、10年債の利回り。あ、落ちましたね。0.456 ね。結構落ちてますね。2.46%。それから、日経分野。あ、下がってますね。19.82。あ、そうですか。ね。それで今日ニュースはですね、イギリスの6月の消費者物価指数、7% 台。そうですか。すごいですね、イギリス。なんか、とんでもないことになってんですね。前の年の同じ時と比べて 7.9% 上昇して、6月ね。伸び率は1年3ヶ月ぶりに 7% になったってことですね。前月比で、前月の 8.7% は下回ったということですよね。まあ、だけど、ちょっと、すごいですよね。日本も物価がとか言ってますけども、その日じゃないですよね。アメリカやユーロ圏と比べても依然として消費者物価指数の伸び率は高いと。そうですね。イギリスも圧倒的になんか高いみたいですね。物価目標の 2% を大きく上回るインフレが続く中で、次の金融政策を決める会合で、どのような政策判断をするのか注目されると。イングランド銀行ですね。13回連続で利上げ決めてるらしいですよ。すごいですね。まあなかなかね。まあこうなってみると、EU をね、ブレグジットしたことが良かったのかどうかね。ですよね。まあ、こうちょっと議論のあるところですよね。はい。それで、昨日のニューヨークですけど、負けてよかったですね。先ほど申し上げましたように。34,951 ドル。プラス366ドル。すごいですね。で、ナスダックが14,353ポイントで、プラス 108.6。それから S&P500 が4,554で、これもね、プラス32ポイントということで、まあ結構上げてますよね。それから今、ダウの先物ですね。CME の。これがですね、プラス215ドルで3万5000ドル抜けてますね。すごいですね。いやー、これは久々じゃないですか。それで、S&P500 の先物もプラス33ポイントで。いやー、これは大変。あれですね。
景気に対しては金利ですかね。もう金利上げないんじゃないのみたいなのがね、すごい感じですよね。なるほどね。それで、ユーロドルが 1.12。ああ、なんかこの辺定位置になってきましたね。それで、ドルインデックス 100.21 ね。ちょっとこっち円安が進んでますからね。それ結構関係してくると思うんですけど。まあ、主要6通貨ぐらいでこれドルインデックス出しますから、それに対してドルがどうだっていう話ですよね。500.21 ですから、まあ、この辺でね、ブレイクイーブンですよね。まあ、100から、まあ、99とか、98ぐらいまでですね。というふうに思いますね。それで、原油は上がってますね。76ドルですね。まあまあ、まあまあ、この程度ならまだいいんじゃないですかね。それで、恐怖指数なんですけど、13.33。まあ、上がっちゃいますけど、わずかですね。0.23% ね。なんで、僕、13.33 なんて、アメリカのマーケットでは、本当にもう、あれですね、楽観ムードと言っていいですよね。そんな風にまあ私は思いますね。はい。ということでございます。それで今日はですね、実はですね、私今日はあること、まあ、あることというか、まあ昨日ですね、ちょっと YouTube でね、たまたま見てた、こう、チャンネルで、ワンルームマンション投資でですね、まあやっぱこう、悪いその業者さんもいっぱいいるじゃないですか。それで、そういうので、まあ、悲惨な目に遭ってるという。それで、どうしたらいいんだろうみたいなね。で、そういうのを相談に乗るそのチャンネルを見てたんですよね。それで、まあ、ちょっと、はっとね、思ってですね。自分の持ち銘柄の中に、不動産株っていうのは二つあるんですよね。一つは、たすきさんですね。IoT マンションね。これは一等売りなんですよ。ところがですね、もう一つですね。グッドコムアセットですね。これあれですね。決算がね。なんかまあ、あれじゃないですか。なんかこう今から伸びるよって言ってるんですけど、本当かいなんて疑われてるんですよね。それで、まあね、長島社長さんね。もう1200% 自信があるとか言ってね。それでまたこう戻してきたんですよ、今日ね。それで、まあこっちはね、実はですね、あれですね、ワンルームマンションですね。これをですね、まあ、手掛けてるんですよね。それで、まあ、ちょっとね、まあ、こう、結構お医者さんとかね、それから、まあ、看護師さんとか、まあ、そういう方々がですね、ワンルームマンション投資のね、なんていうんですかね、危険な、甘い、誘いに乗っちゃってですね、ほんで結局まあその実際ね利益はね出ないと。ね。それでまあね年間でば20万とか30万とかそういうマイナスをねまあ背負ってると。このグッドコムアセットがまあそんなことかどうかそれはちょっと私はわからないんですよ。だからだけどリスクはまあ極力避けたいじゃないですか。なのでまあここね確かに長島社長がおっしゃってるようにきっとですねまあ多分下半期ですかね。下半期で、まあ大きくまあ伸ばしていくね。今まあこんな感じになってるんですけど、まあこういうね、ちょっと、この3月、4月のところでこれだけマイナスするときついじゃないですか、普通は。だけど、まあ要するにリートの蘇生も今準備中だと。やってると、最中だと。まあそういうようなことでですね、決算説明会見るとね、そんなことをおっしゃってました。IR、テレビですかね。それで、ちょっと見たんですけど、それでまあ、やっぱここ一通りホールセールが大きいんですよ。ですんで、まあその、ホールセールってのはまず基本的にその一通りってのは富裕層に売りますからね。で、それがですね、まあ、うまくいけば多分ですね、大きな売り上げはできると思うんですね。まあいわゆるもう、準備万端整っててね。それで、まあ、売却を待つだけというのは、おそらく結構あるんじゃないかなと思うんですよね。ただですね、ここは何ていうんですかね、地方公務員ですね、の女性ですね、に、いわゆるワンルームですね、投資用マンションですね、これをですね、投資用のワンルームマンションを、まあ、販売しているということがあるんですよね。それで、消費者庁のね、これ注意喚起なんですけど、サブリース契約に関するトラブルにご注意くださいと。それで、このクドコムさんがですね、サブリース、実際は多分これサブリースをやってるんですよ。間違いないと思います。これね、
東京23区内ですね。これグッドコムさんのね。これはまあ、どっちかというと、勧誘の方のサイトでしょうね。それで、まあ、こういうような感じで、東京23区にね、ジェノビアっていうのいっぱい作ってるんですよね。基本、ワンルームでしょうね。まあ、よくて 1LDK みたいなね、感じですよね。それで、入居率 100% ということですよね。で、まあ、これ、そうだと思います。これ、嘘はつかないと思います。上場会社なんでね。この当社独自の物件管理システムっていうのがあって、これが GC、グッドコムですね、システムですね。入居者の募集、家賃集金、それから清掃などの建物管理ですね。入居者のクレーム対応など、オーナー様のご負担になることは全て当社が行いますと。お忙しい方でもご安心くださいと。いうことなんですよね。で、万が一空室になってもご安心くださいと。で、空室保証システムと。当社の空室保証システムは入居中は家賃の 100%、空室の場合は家賃の 90% をお支払いさせていただきます。だからこれは安心ですよね。入居してると家賃の 100% が入ってくると。で、空室の場合は、まあ 100% ではいかないけど、1割引きしておく 90% だと。いうことなんですよね。ただこれ見るとですね、まあ非常にいいと思うんですよね。で、一般的なサブリースシステムは、入居者の有無に関わらず常に家賃の 90% が家賃収入ですから、まあやっぱりプライム上場してるだけあって、まあまあ、入居中は家賃の 100% 保証ですから、これはね、なかなか、いいと思うんですよ。だけど、サブリースであることに変わりないんですよね。天貸しなんですよ、サブリースってね。それでその天貸しのシステムでですね、実際その利益がどうなるのかっていう話なんです。これね、サブリースなんですよね。これ後でまたちょっと出てきますけど、グッドコムここにいるでしょ。で、入居者がいて、で、賃料を預かって、まあ、こう賃貸借契約と管理契約、これグッドコムと結ぶんですよね。それで、オーナーさんとは管理委託契約を結んで、それで賃料を送金する形なんですよね。で、こう真ん中にね、賃貸の仲介とか、入居者のフォローとか、不動産管理すべてをこのグッドコムさんがやるという形になってるんですよね。それで、アセット、グッドコムアセットさんは、ですね、このコンサルティングですね。こうやって、それでまあ、銀行の融資をつけてあげたりして、で、オーナーさんに、まあ、住宅ローン、であったりとか、まあ、住宅ローンって、住宅ローンは使えないですよね。いわゆるね。だって自分が住むわけじゃないんで、オーナーですので、あくまでも、あ、それ事業用の、まあ、住宅ローンになります。住宅、うん、そうですね。居住用、ワンルームマンションのローンですよね。これを組み合わせて、全然違いますよ。住宅ローンだとね、0.、まあ、いくつの世界ですけど、変動金利でね。それでまあ、事業性があるとなると、まあ、場合によったら 2% ぐらい。まあ、金利負担があるということですね。で、このオーナーさんですね。これがここがまあ言ってるのは、マンション投資にはこんなメリットがあるということで、年金、生命保険の管理ですね。これ、私いいなとは思ったんですけど、これ、まあ、3、40代の女性ですから、このローンに対して断信がつくんですよね。そういうふうに思います。で、まあ、高度障害とか、そういった時に、借り入れローンが全て返済されますと。で、残された家族様の負担はなく、継続して月々家賃収入を得たり、売却も可能ですって言ってますよね。だこれはね、間違いないと思います。売却もできるようなことになってるんじゃないかなと思うんですよね。で、将来の年金補強のためにということで、年金プラス家賃収入ということなんですけど、これはですね、そうですね。どのくらいのそのローンにするかなんですよね。だから、この借り入れがですね、仮にですね、100% 借り入れ。例えば2000万とか2500万とかね。100% 借り入れということになるとですね、まあ、なかなかちょっと難しいですよ。で、まあそういうふうなことはあんま考えてない、書いてないんですけど、まあ年金プラス家賃収入で、これ自己資金が、あってですね。で、それでですね、まあ例えば全額その自己資金、っていうようなことで、まあ、買うこともできるよっていうことになってますんで、まあ、そこまでね、なんか、まあ、この長くやってますからね、グッドコムさんっていうのはね。なので、まあ、そんな、よからぬことはやってないと思うんですよ。だけど、その逆に言うとですね、この、まあね、将来の年金になるよね、と。でもね、利回りがですね、これ 4% ぐらいなんですよ。ここですね。これ説明会資料なんですけど、まあ、こういうところですね。1K、1LDK、2LDK ね。まあ、2LDK とかほとんどないと思いますね。やっぱ、よく売れるのはこれですよね。まあ、ワンルーム、1K、1LDK ですよね。まあ、3000万円ぐらいまでじゃないですかね。まあ、平均したら2500万とか。そんなんだと思うんですよね。で、まあ、東京なんで、まあね、資産性はあるでしょうと。これはちょっと説明しているところなんですけど、まあ、ローンで投資用マンションを購入すると。ね。
これで、提携ローンを利用すれば、わずかな資金でマンション経営を始めることができると。多額の自己資金は必要ありませんとかでしょね。そうですね。それから、現金で投資マンション購入することもできますよと言ってるんですよね。だから、相当、その、まあ、あれですね、キャッシュを持ってれば、まあまあ、ね、2500万のうちの1000万ぐらいをボンとね、入れて残り1500万というとですね、まあ 4% でもやっていけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これですね、まあ、業務代行するわけでしょ？で、空室の保証システムがあるところでも、サブリースですよね。ですので、まあ、ちょっとこう、なんですかね、これ、なんか手数料とかいらないですかね。代行するということは何らかの対価はやっぱ、ね、支払わなきゃいけないですよね、きっと。ちょっとわかんないんですけど、まあ、これは最後は問い合わせることになってるんですよね。で、毎月の安定した家賃収入でローンが返済できるということで、ローン返済の多くは家賃収入で返済できます。書いてありますよね、はっきりね。ローンをすべて支払い終えれば、以降の家賃収入、そのまま手元に残る。だからこれはですね、相当ですね、まあこの私的年金になるっていうのは、まあ、こっちはなると思うんですよ。まあ、その利回りがいいか悪いか別としてですよ。なると思うんですけど、こっちはね、例えば全額とかローンで組んでたら非常に厳しいなと思うんですよね。まあ、こう、マンション経営とはということで、マンション経営はいいよって言ってるんですね。だから投資したらどうですかということですよね。で、ローン残高を家賃収入でカバーでしょ？こうやってね。それで、ローン返済後はマンションが、まあね、家賃収入ね、100万円としてですよ。まあ、そんなにあるかどうかわかんないですけど、まあ、家賃収入だと、まあまあ、いろんな工夫ね、緑化の工夫とかやってるんで、まあ、そのぐらい行く物件もね、あるのかもしれないですね。それで、まあ一応デメリットもこう、上げてますよね。だから安心の保証システムね、入居者がいなければ安定収入が望めないということで、安心の保証システムを利用しましょうって書いてありますね。まあ、高利回りは条件したいと。銀行よりは高利回りと。まあ、普通預金って話してるんですよね。ですから、まあ、普通預金は全然つかないですからね。それから、まあ、やっぱり老後の備えとか、まあ、相続というよりも、確かに相続税、てかまあ、相続金融資産で持ってるよりも、まあ、マンションとかね、まあ、家屋ですね、住戸の方が、まあ、あれですよね、安くなりますよね、相続税はね。なんですけどね。で、まあ、インフレに強いっていうのも、まあ、確かにその通りなんですけど、まあ、老朽化もしていきますし、でも、ワンルームって、どんどこ建ってるでしょ？で、しかも、ここ自体がこのワンルームをどんどこ建てていって、やるビジネスですよね。なので、まあ、ちょっとね、まあ、よくわからないんですけど、ちょっとね、なんか、この通り行くのかな、っていうね、ちょっと疑念がですね、出てきたんですよね。でですね、それっていうのはですね、これですね、消費者庁がこれ出してるんですよ。これね、消費者庁、国土交通省と賃貸住宅経営においてサブリース方式特に注意したいポイントですね。あなたのお部屋はサブリース住宅ですかと。だからこれ家賃保証をつけたらですね、サブリースになりますね。それで、グッドコムという会社と、それから、賃借人ですね。それとの間で賃貸借契約でしょ。まあですから、これオーナーさんですね。まあ、まあ、実際それを買われて、まあ、マスターリース契約を結んだ、こう、賃貸借契約ね。で、このサブリース契約別途にね、こう、サブリース業者絡んでね、で、こうやるような感じになってるのが、まあ、サブリースなんですよ。要するに、天貸しですね。で、あなたの代わりに何でもかんでもやってやるよと。で、まあ、4% ぐらいを、まあね、こう言ってるのは、こういうことを言ってるんですけど、それで、この、賃貸借契約書に、貸主が建物の所有者に変わった場合に、住み続けられる旨の記載はありますかと。賃貸借契約ね。貸主が建物の所有者に変わった場合に住み続けられる旨の記載はありますかと。こう地位の承継とか言うんですね。こういうのに揉めることがあるんですね。で、サブリース業者から、維持保全の内容や連絡先の通知を受けていますかと。まあ、だから、ちょっとこう、注意したいところが、こういうふうに、こう、ね、消費者庁から注意喚起した。だからグッドコムは大丈夫だと思うんですけど、やっぱあですね、このサービスで、要するに、不動産業者って本当に結構えぐいことをですね、やってるんですよね。で、まあ、それをね、まあ見るにつけですね、ちょっとね、話を聞いて、まあ、よく考えもせずに、うまい話にはないわけだから、よく考えて、よく調べて、それから、まあ、投資も一緒なんですけどね。それからですね、買うかどうか決めた方がいいと思うんですけど、まあ先輩から勧められたからとか、
上司が勧めたからとか、そしたら上司はなんか、サブリースの会社からね、紹介料なんか50万もらってたとかね、そんな話が出てくるんですよ。ちょっとこれはもう、なんすかね、やっぱそのサブリースで、ワンルームの、まあ、投資用のワンルームマンションっていうのを、まあ、売ってる会社ですね。しかもサブリース方式でやってると。いうところはちょっとね、避けといた方がいいなと。まあ、こうやってね、まあ、注意喚起も消費者庁から出てますし、まあ、グッドコムさんがそうとは全然は思ってませんよ。不良業者とはね。だけど、まあ、やっぱりその、まあ、やってることは、サブリースなんですよね。ですんで、まあ、リスキーだなと。サブリースね。天貸しってのはよくあります。実際ね。店舗でもですね、例えばその、まあ、大きな会社でもですね、まあ、ある店を作ったんだけど、それでそれをですね、まあ、15年とかね、まあ、そういうリースで、だけど、まあ、赤字でやっていけないということでですね、そしたらまあ、当然ね、その期間は、お家賃は払わなきゃいけないですよ。ね。ですけど、まあ、自分のところじゃもうちょっとね、赤字になっちゃうんで、で、これを家賃をですね、例えばまあ、100万払うところをですね、月々100万払うところを、まあ、5万円だけ下げて95万円で、別のね、ところに貸すと。それでもって、家賃をいただいて、それでまあ100万円はね、5万円だけ損しますけど、それでも赤字額より少なかったら、まあ例えばその小売業なんかだと、そうやって転貸しをするというケースはもうザラにあります。リースっていうのは例えば台湾リースとか、それも一種の、まあ、サブリースといえばサブリースになりますよね。基本的にはですね、その、まあ、オーナーさんから、まあ要するにその土地をですね、要するに、まあ大体土地が多いですね。で、土地を、まあ、一種の地上げですね。をやってですね。それで、そこに、まあ、その、小売業者の、使用によるですね、建物を、例えば、建ててですね。で、それが、まあ、例えば、5000万とか1億とか、そういう値段になるわけですよね。それで、それをですね、まあ、要するに、まあ、15年とか、そういう期間で、まあ、返済していく。そして、そのですね、1億の金額の中にはですね、例えば、その、ダイワハウスとかね、そういうところの、まあ収益がですね、だいたい2割とか、3割とか、なんか乗ってるらしいんですよ。2割ぐらいが普通ですかね。まあそれで昔なんかロイヤルホストとかね、外食チェーンどっかだったと思うんですけど、もうなんかえらいボラれてて、3割ぐらい持ってかれてて、それで、まあなんか結構ね、一悶着あったような記憶があるんですけど、まあオリックスも似たようなまあことをやってますね。はい。それでですね、まあ、これはですね、そういう企業相手ではなくて、まあ、個人に対するサブリースですよね。で、個人はですね、はっきり言って、こういう重要事項の説明とか受けたってですね、あんま聞いてないんですよね。だから、さっきのですね、老後の年金代わりになるとか、いいことばっかりね、頭にインプットされちゃうんですよ。なので、まあ、これですね、そういうような、まあ、ちょっと、まあ、話を聞けばみんなね、よく分かってなかったと。ね。もうそういうのも多いですよ。物件見てない人もいるぐらいで。それでその入居してる人が誰かも分かんないと。ね。いやー、すごいなと思うんですけど、やっぱそれね、ある意味自己責任って自己責任なんですよね。だってそんな上手い世の中に上手い話があるわけがないと。ね、じっとしてて。それで、自分は何も考えずに。それで、ね。家賃だけね、例えば7万だか8万だか知らないけど入ってくると。ところがここは落とし穴があってですね、あれなんですよね、一番の落とし穴はですね、修繕積立金とか、教育費ですよね。で、結局管理費って、まあ、管理代行やるじゃないですか、こうサブリース業者が。で、その中に含まれてるっていうことですね。でもそれは、契約書を読まないと、よく読まないと、管理業者が変わる場合もあると。サブリース業者が変わる場合もあるらしいんですよ。ね。それで、ここですね、サブリースの注意点のところで、ちょっとね、もしですね、ちょっと、皆さんが、悪質なですよ。悪徳のこと言ってませんよ。言っときますけどね。で、悪質なですね、まあそういうですね、こう、投資用マンションのね、甘い、こう、誘いに引っかからないようにね、ちょっとこう、で、老婆しながらね、サブリースの注意点、オーナーとしてですね、消費者庁が言ってるのは、契約期間中や契約更新の際に賃料が減額される可能性があるよと。都心の物件なら需要が下がらないので、サブリース家賃も下がることはないと。契約時に言われたと。で、例えば、丸年間にわたって賃料は確実に保証されるなどと断定的な説明を受けたり、契約書に家賃保証等と書いてあったとしても、借地借家法、つまりこの普通借家契約っていうのがあるんですよね、第32条。
これだとですね、要は、オーナー等に支払える家賃が、マスターリース契約ですね、の期間中や更新時などに、減額請求される可能性がありますということなんですよ。わかります？また減額請求された場合でも、そのまま受け入れなければならないわけではありませんと。で、そういう可能性があるけれど、まあ、減額請求された場合でも、要するにお家賃がですよ。で、そのまま受け入れなきゃならなくないんだけど、めんどくさくなるでしょ？ワンルームマンションのために、ああじゃこうじゃやって、しかも場合によったらね、裁判とか言うともう、ね。でもね、借地借家法って、やっぱ、あれなんですよね。借主が強いんですよね。そこがね、借地借家法の問題点だったんですけどね。まあ、借地借家法による賃料減額について説明がない場合、法律違反になりますと。つまり、前もってね、借地借家法で賃料減額があるよっていう説明しておかなきゃいけないっていうことですね。でもこれもね、まあね、年金代わりと思ってる人にとってはね、あんまりさ、もう、耳に入ってないですよね。それから、契約期間中でも契約が解約される可能性があると。あね、契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合があるみたいなんですよ。どうも。消費者庁から、消費者庁にいろいろ入ってんでしょうね。ほんで、契約期間中であっても解約される可能性がありますと。そういう場合はね。そうすると、オーナーからの更新拒絶には、借地借家法により正当事由が必要となりますと。だから、要するに、サブリース業者から一方的に解約することはできるんですね。例えばもう空室になったら、サブリース業者って家賃保証しなきゃいけないでしょ？で、そうすると、その空室になったら持ち出しになりますよね。だからもう解約だって言って。で、そういうふうにできるように、契約書の中に解約できるっていう旨の規定が入ってる場合があるらしいですよ。だからそこちゃんと見た方がいいと。ね。それから、契約期間中、ていうかまあその、オーナー側ですね。要するに所有者さんですね。まあこの、ワンルーム、投資用のワンルームマンションの所有者さんね。そっちの方からですね、更新の拒絶っていうのはできないんですよ。借地借家法で。で、それをやるにはですね、正当な理由がないといけないですね。正当事由が必要となりますっていうのは。要するに、借地借家法っていうのは、いわゆる賃借人ですね。で、この場合ですね、ここに入居している人がいるかどうかっていうのかどうかも問題なんですよね、きっと。で、その賃借人がサブリース業者から、まあ、賃貸借契約で、まあ、借りてますと。いうことになった場合ですね、これは、まあ、借地借家法で、借主のですね、保護が、まあ、されてるわけですよね。だから、家主からですね、もう前出ていけと。いうのはね、これはできないんですよ。つまり、これこれの理由で、例えば、建て替えなきゃいけないとか、そういうことがあって、で家賃の、まあ、何ですかね、6ヶ月とか8ヶ月とか分を、まあ、引っ越し費用等に当てて、払うから。だから、まあ、もうその老朽化してるので、こう出ていってください。これは正当事由になるんですよね。みたいなんですよ。だけど、そうじゃないでしょ、これの場合はね。だから、オーナーから、まあ、まあね、賃料が引き下げられた、入ってくる賃料が少なくなったって言って、ね、出てってくれっていうのは、これはね、正当事由にならないみたいなんです、どうも。それから、家賃を受け取るだけでなく、出費がある場合があると。ここがね、すごくポイントなんですよね。で昨日も YouTube 見てて本当にそう思ったんですけど、知らないんですよね。大規模修繕積立金が、年を追うごとに増えていくよと。そりゃそうでしょ？大規模修繕って15年に1回ぐらい、ね、15年目で1回やりますよね。その次はもう25年とかね、20年とか。でとにかく大規模修繕ってあるんですよ。そのためにですね、最初その修繕積立金は、まあ、オーナーの賃料から差し引かれますよね。で、最初は低めに抑えられてても、やっぱ上げていくんですよね。そうでしょ？で、そうしないと十分な積立金にならないですからね。でもそうするとですね、マンション買ったことのない初めてですね、居住用の投資用マンションですね。ワンルームマンション。これをですね、まあ、買った人ですね。しかも一人で2棟も3棟も買ってる人いるんですよ。2室も3室もね。ね。だから、まあ、恐ろしいね、金額がですね、年間100万ぐらいマイナスになったとかね。それ、済むじゃん、みたいな。今どうしてるかって言ったら、カードローンで払ってます。明らわからないね、人もね、いらっしゃるっすよね。やっぱりね、まあ、欲に目がくらむというか、そういうことでですね。まあ、だからまあ、かぼちゃの馬車とかね、じゃないですけど、立てるとかね、じゃないですけど、とにかくまあ、それは何て言うんですかね、要は楽してですね、それで、まあ、預金金利が少ないですからね、普通だとまあ、昔だとね、5% とか定期預金の金利があった時は、
もう定期預金しとこうってなるんですよね。だけどそれがないもんですからね。だからやっぱこう、こういうね、ものに、行くことになるんですよ。だから、もう、まあ、目がくらんだな。もうそれはもうね、自己責任なんですけど、まあそこにうまいことね、付け入ってくる、そのサブリースの会社ね。これもね、ちょっとね、どうなのかなというふうに思うんですよね。だから、あと、原状回復費用もいりますよね、マスタービス契約でね。こういうのもね、オーナー負担になるんですよね。だから、まあそのため契約の際にはサブリース業者と賃貸住宅の維持保全の費用分担について必ず確認しましょうと。この、ね、メンテナンスフィーですよね、要するにね。それ絶対かかるんですよね。さて、どん、もう買った瞬間からね、物件価値は落ちていきますから。だけど、その、あれですね、これもね、あれですね、儲かった人も結構いると思うんですよ。それはやっぱ、時期ですよね。今は、まあ、かなり供給がね、まあ、こうされてもですね、まあちょっとこう、東京都心のマンション価格って上がっていってるじゃないですか。で、そのもっと前に買った人ですね、はですね、要するにその物件価値が上がってますから、まあ、全然ね、全然いいと思いますよね。だから、まあ資産になっていってるんだろうなと思うんですけど、まあそうでもない場合はですね、本当に、ですね、大変ですよね。で、これですね、融資審査の際に不正を行われたという事例ですね。これですね、一番ひどいのは、あれですね、住宅ローン。普通のね。通常の、いわゆる、ですね、自分が住むための住居ね。これは優遇されるんですよね、ローン金利が。0コンマいくつですよ。0コンマね、8とか、そういうのもありますよね。それで、変動金利ですよ。だからまあ、変動して金利が上がっていけば上がるかもしれないんですけど、でもこれは、投資用のワンルームマンションっていうのは事業なんですよね、事業。で、それはですね、いわゆるその、サブリース会社がですよ、まあこの、なんかまあ、契約するときに偽ってですね、うまいことを、まあ金融機関とできている場合もあると思うんですよね。でもわからないんですけど、住民票がね、なんか戸籍、郵便ポストのところに表札あるじゃないですか。あそこにその、そもそもの、その、ね、いわゆるこう、オーナーさんですね。その物件を所有している人の名前ね。それを入れてくれと。そこに入居する人にそういうふうに言うらしいですよ。それで、その下に自分の名前も入れてもらっていいと。でね、郵便物とか、ガス電気の請求書とかがね、全部そこにね、来るんですよ。貸してんですよ。だからそれどうするかって定期的に不動産屋さんに、そのサムリースの会社に送るようにと。ね、言われてるらしいんですよね。それでね、入居する人も入居する人ですけどね。だから世の中いろんな人いるんですよ。本当に。でもそれで、住宅ローンで、まあ、ある意味、こう、金融機関を騙してですね、それで、騙してかもしくは金融機関も一緒にぐるだってるかわからないんですけど、そういうこともなんかあるみたいなんですよね。ということでですね、まあ、要するに、まあ、住宅ローンをですね、まあ、こういう投資目的で、いつで、さて使うとなかなか無理があるんですけど、そういうことが現実に起こってるみたいなんですよね。で、これ融資審査を通すために不動産業者が、これ建てるのこと言ってますよね。自己資金のないオーナーの預金通帳の残高を改ざん。改ざんね。これ建てるっていう会社ね。やったですね。不正行為を行っていた事例とか、金融機関が融資の条件としてオーナーにとって不必要なカードローン、定期預金、保険商品等の抱き合わせ販売を行っていた事例もあると。ひどいな、これ。そうっすか。サブリース物件を取得するために銀行から融資を受けるときは、融資を受ける金額や、融資の内容について業者任せにせず直接銀行に確認しましょうと、銀行と会ってないっちゅう場合もあるらしいですよ。ははは、ね。そんなあり得るのかなみたいな。ねえ。まあ、金額が小さいからですね。2000万とか2500万ですか。これ2億3億になると話変わってくると思うんですけどね。まあ、税理士とか、絶対入れますよね。真ん中にね。なかなかね。で、過去にサブリース業者が破綻したり、契約期間中に契約解除を迫られたりもあると。ね、サブリース会社がさらにさ、その別のサブリース会社で、こっちのサブリース会社が潰れてしまったとかね、ややこしいのもあるみたいなんですよ。ただサブリースっていうのは本当にややこしいなーっていうのね、と思いましたね。でもそれって、要するに、なんか、地位承継みたいなことで、その A のサブリース業者と B のサブリース業者、A が B にね、さらにこう、流した場合ですね。これ一応地位承継になるらしいですよね。ややこしいですよね。で、その、サブリース業者はどのような契約を結んだかに関わらず、最終的なリスクと責任はオーナーがご自身で負うことになることに注意しましょうと。破綻した場合ね。契約期間中に契約解除ね。だからそれっていうのは要するに契約書をちゃんとチェックしましょうということなんですよね。
まあちょっとね、これね。ということで、ちょっとこれにま、この、こういうサブリース、天体借契約ですね。これにまつわるですね、これマスターリース契約っていうのは、このサブリース業者ともするんですけど、これは特定賃貸借契約っていうらしいですよ。これね、賃貸住宅管理業法第2条第4項の法律用語らしいですけどね。まあまあ、こういうことらしいんですよね。それでここは天体借ね、契約ですね。これ転借人と。つまり入居者ですよね。これ投資した。銀行から借りて。ね。ここは投資したですよね。この平地にね。サブリース物件ね。こう転借人がこう入るわけですよね。まあこれはなんかマンションじゃなくて一戸建てをこうイメージしてますけど、まあ今回ですね、ちょっと見たのはワンルームマンションのこう、ちょっと闇だったんで、これね、フィナンシーの、記事なんですけど、アラサーの会社員が流行りの副業で大損と話が違うワンルームマンション投資の罠と。でね、福谷陽子さんですかね、こう法律ライターの方ですね。で、これもですね、予想外の出費が多いということにね。もう何の知識もないんですよね。かわいそうですよね。知らないということは罪です。自分で調べて知ろうとしないといけないと思うんですよね。もう当然のことながらですね、司法書士の費用とか、登録免許税とか、不動産取得税とか絶対かかるんですよ。でもそれ費用かかることは全然知らなかったと。ね。運営コストかかりますよ、そんなもん。ね。もう、住宅ローン返済以外にもですよ。固定資産税もかかれば都市計画税もかかるし、火災保険もいりますよね。で、家賃保証をしたら家賃保証の料金が取られるんですよ。で、修繕積立金に管理費、管理委託費とか、そういろいろ取られるんですよね。そしたらもう手残りは赤字になっていくわけですよ。赤字に。これ、まあ、この、アラサーのね、方ですね。ワンルームマンション投資に落とし穴があって、基本的には手を出すべきでありませんと、はっきり書いてますよね。もうなかなかですよね。契約していいのは、故意にしている不動産会社から本当に良い物件を紹介してもらった時だけだと。で、儲かるっていうのはですね、基本的にですね、なんか、6% くらいやっぱ出てないと、出ていく分、ね。節税対策にはね、どう考えてもならないらしいです。このワンルームマンション投資はですよ。ね。なんか事業をやっててね、それでまあ、要するに、一棟マンションですね。これを、2億3億出してね、まあ、買って、でまあ、それよりも減価償却で、まあ、要するに、事業としてやっててですよ。それで、他の、まあ、本業の事業で出ている黒字を相殺してですね、それで節税をするっていうのは、まあ、あると思うんですよ。ですけど、ワンルームマンションっていうのは、個人がね、もう投資するわけですよね。ということは、もう個人の、要するに、本業って何かというと、会社員だったら、会社からもらう給料ですよね。それね、が利益ですよね。あらり 100% とか言った人がいますけどね。ね、給料、さらに今、あらり 100% じゃないかってね、まあ、どんなにやねって思うんですけど、そんなこともないですけどね。あと、そうですね、看護師さんだったら、まあ、看護師報酬ですね。給料もらえますよね。それがですね、要するに、まあ、マイナスになるってことですよ、そっから。もう簡単に言うとね。だから節税って言わないですよ、それね。だからね、話がややこしいんですよね。で、ワンルームマンション投資は悪質商法が多いですけど、詐欺にならない事例が大多数だと。で、この人ですね。ここで話題にしてる人の事例でも営業マンは嘘をついておらず詐欺になりませんと。都合のいいことだけを述べて初心者の山崎さんを惑わせたということなんですよね。ただ返金とか詐欺罪での立件は難しくなるので当初から関わらないのが一番ですと、この弁護士さん言ってますね。僕もその通りだというふうに思います。とにかくですね、知らないっていうことは罪です。罪です。もうそれで自分自身に対する罪ですよ。だから、やっぱこう、特に契約行為っていうのを、なんか、例えばこう、すごい相手の方が親切でいい方だったからとかね。それ全然ちゃうでしょと思うんですけど、そういうことでですね、なんか信用したとか言って、信用したら何もかんもハンコまで預けてしまうのかということなんですよね。で、それもですね、罪ですね。本当に。というふうに思うんですよね。で、まあ、別に、今日グッドコムアセットを切ったのは、まあ、こういうことがあるからとかじゃないんですよ。本当それ何度も言ってきますけどね。だけど、これがすごい気になったんですよ。このワンルーム、投資の勧誘ね。これがですね、必要でしょ、やっぱり。リテールセールやってますからね。こうね。まあ、これですよね。まあ、ホールセールね。一等販売ですね。これで、まあ、こう、ドーンとね。
行くよと、下期に。で、これもね、あながちね、嘘じゃないと思うんですよ。そういう自信あると思います。1200% ね。それで、こっちがホールセールで、ホールセールがやっぱでかいんですよ、もはやね。ドカンと売る方がね。まあ、富裕層だか、投資家だかわかんないですけど、それに、まあ、ドカンと売っていくと。で、まあ、それが、まあ、ワンルームなんでしょうね、きっとね。っていうような、まあ、ビジネスなんですよね。で、この先はどうなるかわかんないですよ。ここがね。売った人たちがね、どうやって商売するかわかんないですけどね。で、まあ、リートも用意しようとしてるんですよね。で、リテールセールってこれはもう本当個人が相手ですね。で、地方の女性公務員ですね。に絞ってですよね。だからまあ、要するに、あれですよね、ローンの取りっぱぐれがないということですよね。ですからまあ、ローンがつきやすいですよね。ということで、まあ、こうやってるんですね。で、まあ、これこうずっと伸びてますでしょ。で、これっていうのも、やっぱあれですよ。まあ、年金とか、まあ、こう歌ってますよね、実際ね。年金代わりとか、ね、節税とか、あと相続対策とか、ね。それで、あとまあ、何ですかね、生命保険の代わりとか、いうようなことでね。あ、それはね、と思って。で、私もですね、まあそういうことが逆に言うといいかなと思って、ちょっとグッドコムかさ、に投資した経緯がありますので、ちょっと私自身がね、ちょっとこれに疑問を持ち始めたんですよね。うん。まあそういうことでですね、グッドコムさんね、別にグッドコムさんに何かね、怪しいとこがあるとかそういうことは言っておりません。一切ね。そういうことじゃなくて、まあこういうですね、まあ、サブリースっぽいビジネスっていうのは、まあちょっとこう全体的に近寄らない方がいいだろうな、と。ね。いうふうに思ってですね、それで、まあ、今日ね、すっぱりとね、全株売却をいたしました。まあ、と言ってもね、半分売却してたんで、すでにね、だからまあ、大した額ではないんですけど、ちょっとこう、消費者庁が注意喚起してるぐらいの、まあちょっとこう、サブリースに絡むところが少しあるので、うん、まあね、私慎重でしょう。何も起こらないうちからですね。何もないんですよ。グッドコムさんね。まあ、まあね、ちょっとこう、うん、まあ少し、なんかこう、この会社がね、どうこうなるというような話ではないんですけど、ただサブリース絡んでるな、みたいな。サブリース。しかも、個人の投資用マンションだよね。ワンルームマンションだよね。と。となると、この消費者庁のこれがね、これがえらい気になるんですよ。まあ、てなことでですね。でですね、なんで、じゃあ、タスキは残したのかと。言うとですね、タスキさんね。これはですね、まあ、リマリア両方ともね、悪くはないですよね。で、これですね、まあ、公募増資で落ちましたよね。で、資本増強の結果、自己消費率で 40%。これいいと思うんですよね。それで、まあ、ここはですね、まあ、ちょっと、私はこれ間違ってるかもしれないでしょ。だけど、まあ、グッドコムの方が多分いいのかもしれないですよね。株価的にはね。なんですけども、やっぱりですね、ここ、タスキはですね、やっぱ富裕層に売ろうとしてるんですよね。これご覧いただくともうすぐわかるんですけど、もうこれテック企業目指してるでしょ?こういうところをやろうとしてるんですよね。メインのビジネスはこの IoT レジデンスですよね。私の家の近くにもありますけど、新築の投資用 IoT レジデンスの開発一棟販売なんです。だから一棟なんですよ。これね、総額3億円前後の投資しやすい価格設定ということで、あとこれね、小規模宅地の特例が使えるんですよね。ここがいいんですよ。だから、しかもさらに、グッドコムさんの場合は、駅10分だったんですけど、ここはもう徒歩5分、駅からね。東京23区で駅徒歩5分って、これってね、小規模宅地になす、きっと。空き家とかね、そういうとこですから。で、そういうところでですね、RC 候補による耐震性が高い、まあ、機能的実用性を兼ね備えた、まあ、その商品を、まあ、提供するということをやってるんですね。で、この一棟ですね、総額3億円前後。で、これはですね、まあ、富裕層が相手じゃないですか。で、富裕層は、とにかく弁護士も、まあね、立てられますし、それから当然税理士さんも、まあ、いますよね。そうすると、そういうプロの方々ですね。そういう方々に、まあ、尋ねてね。で、このセールストークなんか、通用しないっしょ。こう、お金持ってる方。ね。だから、あれですよね。とにかく、まあ、自分の自己資金はないんだけど、全部負債でね。それで、借金でね。会社と一緒ですよね。自己資本がほとんどなくて、あとはもうみんな不在みたいな。そういうことで利回りを得ようと。いうのはね、やっぱこれは良くないですね。だから、これはね、3億円の、
お金がポンと出せる、そういう富裕層ですよね。場合によったら事業法人かもしれないですよね。で事業法人が、本業での黒字をですね、ちょっとでも減らして節税するために、こういうレジデンスを買うっていうケースはあると思うんですよね。で、減価償却で落としていくと。利益をね、会社の利益を落としていくっていうことはあると思うんですよね。で、そういう意味で言うとですね、まあ、たすきさんは個人が相手ではないんで、まあ、個人が相手ですよ。まあ、富裕層、個人の富裕層ね。それから、海外の、中国の方とかね、そういう方も、あれですね、ターゲットにしてますよね。海外富裕層ね。だから、私はですね、まあ、ちょっとね、まあね、グッドコムさんも、ホールセールがまあメインになってきてるんで、とは思うんですけど、でもこの機会にですね、本当このですね、サブリースによるですね、このワンルームマンション、投資用のワンルームマンションでね、東京都内で一等地で、でも駅からもう10分で、ね、でも、年利回り 4.3% とか 4.5% ありますとか言って、ね、老後の年金で、とか言って、これ騙されないようにですね、していただきたいなと、消費者庁じゃないんでしょ、ないんですけど、ね。グッドコムさんがそういう会社だということではございませんので、ではね、それだけはもう強く言っておきます。ね。ただ私が、こういうのを見てですね、要するに、取り越し苦労、ね、かもしれないですよ。ですけど、ちょっとでもリスクのある、こういうものね。こういうことでトラブルに発展しますよね。そういうことが、まあ、可能性としてある銘柄ですね。これは、まあ、ちょっと切っといた方がいいなと思ってですね。まあ、ね。一応ですね、今日ね、グッドコムさんを切りましたよと。で、その理由についてね。で、タスキを残した理由っていうのは、まあ、相手が、まあ、事業法人であったりとか、場合によっては、本当に超富裕層。国内海外問わずね。それの一等売りと。これはもう全然違うんですよね。目的も、それから利回りもね。それから、物件を目利きする目も違うんですよね。ということでですね、まあちょっと、今日は、まあお送りをいたしました。お気の毒っていうか、本当にね、もう昨日ずっと動画見ててね。なんか、お気の毒だな、っていうふうに思うんですけど、やっぱり、そこまで知らなさすぎるのは、罪だなと思ったんですよね。お医者さんとかいるんですよね。こういうのでもう、悪質なところに騙されたと思う方ね。勉強できる必要だから。だけど、あれですよね。先輩側とか言ってましたね。それって、ちょっと違いますよね。だけど、病気のことは調べると思うんですよ、一生懸命。不動産は調べないんですよ。面白いですよね。お金に関わることが一番大事なのに、それについて調べないんですよね。で、これはですね、株式投資にもやっぱ当てはまるかなと思うんですよね。で、やっぱり調べ抜いて、それでもね、いけるなと思っても、それでも発売があるんですよね。だから、まあそういう意味ではですね、やっぱ調べないことはですね、ただ単にイメージだけでね、もう有名な会社だからとか言ってね、それで買うと。ね。だから、親しくしてるセールスさんが、ね、なんか今、有名な会社がもうお安い株価になってますよ、みたいな、これから上がりますよ、みたいな。ね。それ全部可能性の話ですから。だから、まあ上がる時もあるかもしれないですよね。だからまあそんなんで一回ね、儲けさせてもらうと、ついついね、その人のことを信用しちゃいますよね。で、自分で一向に、その、決算説明会資料も、単身も見ようとしないと。経営の概況でもいいんですよね。見れたらね。だけど、それもしないと。言うとですね、そりゃ、やっぱりね、損しますよ。ね。それで、俺は順張りだとか言ってね。それで、勢いのあるやつに乗っとけばいいんだみたいなね。もっと危ないですよ。まして信用取引なんかしてたらね、もっとひどいことになりますよね。ということでですね、今日は、グッドコムさんを目指せってしましたんで、ちょっと皆さんにですね、その理由ですね、このサブリース、ワンルームのサブリースですね、これは、まあ結構、なんか法的な規制が入るかもしれない、今後ですね、そういう可能性も捨てきれないですよね。やっぱこう、悪質業者が多いですからね。なので、まあこれにまつわるビジネスをやってる、のは、ちょっとやっぱり、持っといて気持ちがあんまり良いいものではないなと。やっぱね、中には、まあ、全額フルローンなんかさせてないと思うんですけどね、グッドコムさんはね。だけど、まあ、ちょっと、あんまり気持ちが良くないな、というふうに思ったんで、気持ちの良くない株はですね、早めに切っといた方がいいんですよね。で、こういうのもね、運なんですよね。
まあ、だから私も、あれですね。なんかこう、そういう、なんか巡り合わせ的なとこあるんですよ。運がいいんですよ。で、ほっとした時に、どうしようかなと思ってる銘柄で、なんかこう、もう全く別の、ふとしたきっかけから、っていうことがあるんですよね。で、多分私運がいいんだと思うんですよ。だから、まあ、グドコムさんもですね、まあこれ、うん、そうですね。まあなんかこう、巡り合わせで、切った方がいいんじゃないかと。選定した方がね。っていうことなのかなと。で、大体その、あれじゃないですか。業績だって、あれですよね。これ、わかんないでしょ？その社長さん、長島社長は、もうビューって行くって言ってるんですよ。ビューって行くって。だけど、ビューって行くかどうかわかんないですよね。それはもう、蓋開けてみないとね。だって、あとあれですよ。残りの四半期、すごいっすよ。これ、第二四半期で。マイナスですから、61% ですからね、営業利益。むちゃくちゃ売らないといけないですよね、これ。ですよね。いやー、ちょっとね。ちょっと、下期で 3.2 倍とか、これすごいっすよね。わかんないですね。ということで、まあ、二つの理由からね、ちょっとこう、まあ、不確実性が高いっていうのと、それと、やっぱりちょっとこう、メインのビジネスではないんだけど、ちょっとまあ、消費者庁が警告を発してるようなサブリース事業やってる、サブリースみたいなところをやってると。まあ、ここのサブリースいいのかもしれないですよ。わかんないですよ。だけど、まあ、それはちょっと二重の不確実性を抱えてるなというふうに、ちょっと思ったんで、まあ今日ね。これね、儲かりました。ちょっとだけですけどね。1万円とか1万5千円ですけどね。損してません。ということで、で、たすきの、たすきさんだけですね。不動産株はね、これだけになりましたね。巡り合わせというか、なんかね、ということでございますけれども、まあね、ちょっとグッドコムさんには、グッドな縁がなかったなということで、終わりたいかなと思います。ということでね、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、本日はここまででございます。もしこのチャンネルがいいなということになりましたらですね、まああんまりならないと思いますけどね、適当な話してるだけですからね、まあね、チャンネル登録ね、お願いできたらなと。まあね、好きな方だけで結構です。漫談ですからね。あと、あれですね、何でしたっけ、高評価ボタンですね。それもよろしくお願いします。それから、メガラ判断ですね。今日ちょっと、始めたのが遅かったんで、ちょっとできなかったんですけど、まあ明日はね、やれたらなというふうに思っております。ということでね、本日も、まあ、長時間のご視聴ですね。誠にありがとうございました。ではでは。